はい、その散歩。今日はバナナのパンケーキを作っていきます。材料は2つ、卵、そしてバナナ。美味しいパンケーキ。こんな感じでね、簡単で低糖質で美味しくって朝食にぴったりなこちらのバナナパンケーキを今日は作っていきます。ぜひ最後までご覧ください。その散歩のチャンネルはダイエットや低糖質向けのスイーツ主にご紹介してます。ぜひ動画がいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では早速作っていきましょう。レッツゴーゴーゴー。バナナをフォークで潰していきます。はい、完成です。バナナの粗さはこんな感じ。はい、ではね、今回は3種類の作り方をしていきます。まず1つ目、卵白と卵黄を分けていってメレンゲを作っていく。そしてね、メレンゲを合わせてふわふわなパンケーキにしていく方法。皆さんがね、大嫌いなメレンゲです。では泡立てていきます。はい、こんな感じですね。泡立ちました。はい、ではね、先ほどバナナ潰してこうやってね、卵混ぜておきます。これで一旦準備 OK で、さっきね泡立てたメレンゲもう一回ね、ここでキメ整えておきます。これがね、皆さんめんどくさいですよね。はい、泡立ち終わりました。このままメレンゲ半分加えます。半分加えてさっくりね、こう混ぜてください。で、残りのメレンゲを加えます。スプーンで簡単に混ぜちゃいましょう。こうさっくりね、下からね混ぜてくださいね。そしたらこうやってふわふわな生地ができます。小麦粉もおからパウダーとかもね、粉類は一切入っていません。卵とバナナだけです。焼く時のね、ポイントを説明していきます。まずこうやって少しね、煙が出てきました。今強火でね、フライパン熱してます。そしたら一旦火を止めて、ほら煙上がってるの見えますか。こう上がってますよね。そしたら濡れ布巾を用意してもらって、フライパンの底をジューッとします。ジューッとしたら温度が少し下がって均一になります。そしてまだね、火ついてないですよ。火ついてない状態でフライパン乗せます。今回はオリーブオイル使いますが、ココナッツオイルでもサラダオイルでも太白ごま油でも大丈夫です。大さじ1杯入ります。で、こう慣らしてもらって、で、もう一回火つけるんですけど、この火はね、弱火ぐらい。火が強いと焦げてしまうので気をつけましょう。大さじ1杯半ぐらいかな。こんな感じで焼いていきましょう。広がるので少し調理を離してから生地を乗せていきます。弱火ですよ。弱火にしてくださいね。もしね、煙が上がってたらもう火を消してください。もうそれぐらい弱火でいって大丈夫です。そうすると火がね、下から上がってきてるのでふんわり膨らんできます。この生地はベーキングパウダー入ってないですからね。卵の力で膨らんでます。で、できたらね、ここでね、蓋をしたいですね。もし蓋がある方は蓋をしてください。そうするとね、ひっくり返すときにやりやすくなります。ではね、ひっくり返していきます。あとはね、裏面も大体1分ぐらいね、焼いていけば OK です。この柄のところがね、黒くなってきたら食べ頃、黄色、黒、黒くなったら OK です。こちらを目安にしてみてください。外がね、斑点だけど中は綺麗な感じで黒くなってませんからね。これが食べ頃で甘さが最高です。で、今ね、筋取ったんですけど、こういう筋は喉がイガイガするので、こういうのをね、ちょっと取っておきましょう。細かいことなんですけど、こういうことをしっかりしておくと材料がシンプルで、今日はここが大事になってきます。
はい、では次はね、バナナと卵を使うのは一緒なんですけど、今回は皆さんの大嫌いなメレンゲを使いません。今回はバナナを入れて潰して、そこに卵を入れて、それでね、生地を作っていこうと思います。作り方は一緒、もう今回はフォークだけで、もう全部混ぜるのもフォークだけ。もちろんお砂糖も小麦粉も使いません。バナナの甘み、卵の膨らむ力でパンケーキ風なものを作っていきたいと思います。このね、コツは斜めにして、こうやってね、しっかり泡立てることですね。中火の強火にして、こうやってね、液体状になってます。液体状なので、今回はオムレツのようにして作っていきます。全部一気に流しますよ。もしね、蓋がある人はここで蓋をして蒸し焼きにしてください。そうするとここに火が入りますからね。蓋してだいたい1分ぐらいですね。1分ぐらい待ちます。火を切っちゃって大丈夫です。下がね、焦げちゃうんで。1分経過したのがこちら。はい、1分経過しました。こちらをね、半分に折ってオムレツ風にしていきますね。こんな感じです。綺麗にできました。はい、では3つ目、3個目の作り方をご紹介します。まず、バナナは一緒。バナナ入れちゃいます。そしてね、もうここに卵も入れちゃいます。今回もメレンゲなし。そして、ここに一つかみ、オートミール入れちゃいます。これでね、ボリュームアップしちゃいますよ。そして、味もちょっと変えていきましょうか。こちらのココア、ココアを大さじ1杯加えていきます。ショコラ味のオートミールパンケーキができちゃいますよ。もうあとはもう一緒、フォークで潰して、あとはフライパンで焼くだけ。めっちゃ簡単。馴染んだとこで、このオートミールの生地を流し入れます。本当に作るみたいな、ね、こんな感じでして、で火を弱めます。蓋をして上ちょっと蒸らしますね。オープン。そしてこれをオムレツのように半分に折りたたんでいきます。はい、裏返すとこんな感じ。つなぎ目をね、こうやって焼いてやると綺麗なオムレツの形になります。はい、こんな感じでね、3種類のパンケーキができました。ではね、食べ比べをしていきたいと思います。まずはね、こちらのメレンゲを使ったものから食べていきます。中がね、ふわふわです。うん、食感がね、柔らかいです。で、次がこちら、オートミールが入ったタイプですね。もう持った感じもずっしり重たいです。同じ分量なのに食べ応えがありますね。で、こっちがシンプルにもうバナナと卵だけのパンケーキです。うん、いや全然いけるかも。このね、メレンゲにしたやつももちろん美味しいんですけど、ちょっとね、手を抜いた卵とバナナ、フォークで潰して混ぜただけ。こちらも美味しく召し上がっていただけると思います。うん、美味しい。皆さんの好きなやり方で作ってみてください。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。めちゃくちゃね、美味しくて簡単なパンケーキをご紹介しました。バナナと卵があればね、パンケーキになりますので、ぜひお家で作ってみてください。このレシピはめちゃくちゃ簡単で、今日はね、3種類ご紹介しました。皆さんの嫌いなメレンゲ、メレンゲを省いたもの、そしてお腹が満腹になるようにオートミールを入れたもの、こんな感じでね、自分の好きなタイプのパンケーキをぜひ作ってみてください。その散歩のチャンネルはダイエットや低糖質を主に扱ったチャンネルとなっております。ぜひ動画がいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では次の美味しい動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。